Right now, hello? No, no. 上からグローブを下ろしました。タドラン下からグローブを差し出しました。重岡銀次郎、さあ亀田さん、スタート感じですね。本当にでも銀次郎選手の試合は1ラウンドからね、はい、動くんでね、はい、スピード抜群、そしてパンチ力あります重岡銀次郎。さあ試合が始まりました。名前の通り銀のコスチューム、銀のグローブをはめていく、グローブの上です。速さにも対応結構してくる選手がいるんで、大地さんおっしゃったようによく伸びるんですよね。で力強さも持っております。おお、踏み込んできました。はい、ということなのか。そうじゃなくて、はい、右の使い方ですよね。戸惑ってるのかもしれないですけど、ずっと右のね、オーソドックスで、はい、ダウンテンなんで、はい、いつもとはやっぱりそれ試合でやるのと練習でやるのは、まあ、勝手が違うでしょうからね。若干そういうのはあるのかもしれません。ボディ2つ、いいボディですね。スピード曲がってきます。また再起しようとしています。そして防衛戦続けようとしています。ボディブロー良かったですね、はい、今ね。ああいう踏み込みがいい試合ですと随所に出てくるんですけどね、はい、でも、はい、相手もやっぱ余してきますね。そうですね、うまい選手ですよね、相手ね、はい、何大きく、その一方でこういう大胆なスイングも見せてきます。これで第1ラウンド終了です。インパクト感のある立ち上がりを見せました。これは響いてくると思うんで、この試合もボディあたりがキーになりますかね。そうすると、まあ、得意なパンチでありますしね。お返し、顔面にしっかりと体全体で押してくる感じがあります。そしてボディブローも放ってきます。タドラなかなかの選手です。いやでもこれ打って打ち合いなんで、はいはい、これは取ってるんじゃないんで、はい、カウンター取れてるんじゃないんで、ちょっと危ない位置ではありますよね。距離をなんか、ね、いいジャブですね、確かめるようなジャブです。お上下、そして右、今もうコストかもしれません、ね、はい、意外と体力あるな。あーと左ストレートだ、グランディダルか、銀次郎コストルか、いいパンチ打ってきます。いや、向きになったらダメですよ、これ、はい、向きにならないで、ボクシングした方がいいです。そうですね、間だけのパンチを見て、ボディ入れて、お右回してきました。いや、パワーあるな銀次郎、得意なこう、出会いになるね。いや、あのね、左が当たってるんですよ。はい、はい、くぐります、ボディブローカー。そして、結構ね、あのパンチ、重岡銀次郎も出てはいるんですけれども、まあ、ちょっと危ないですけど、出てくるんですよね、はい、効いてるのか効いてないのか、効いてないように見えます。おお、入ってくる、入ってくる、カウンターで押し、やっぱりね、これ自分の距離なんで、タグランからすると銀次郎のパワーがやっぱ伝わってないんですよね。来ました、なるほどね、自分の位置で戦ってるんでね、やっぱり飛び込む必要もさなじ、銀次郎アブン、左右のボディ入れんな、よかった、右打ってきます、右打って左、またボディ打ちました、銀次郎絶対に効くんで、絶対ボディは絶対に効くんでじゃないですか、はい、あれ、あそこ系のパンチ、つまり、タズラの左をもらうと効くんですよ、左が飛んできた、はいはい、見えてないんで、動きは止まってはいませんけども、もらいました、重岡、なんでここはもう、今度、雄大選手の戦い、サミエル・サルバと戦って、王座決定戦で、これ、勝ってチャンピオンになったんですよね、この選手は、た、やっぱり、距離を置いています、今の銀次郎は距離を置いています、あれがもらい出すと、おお、たたたたと、こすられてる、ちょっとふらついてるかもしれません、うまく体勢が立て直すことができなかったんですが、今は離れました。いやー、これはどうかな、どうか、いいチェック入った、いいチェック入った、いこう、ここ銀次郎いこう、簡単になりました、銀次郎いこう、ここ今狙ってたんだ、赤松も勝ったようです。これは効いた、チャンス、チャンス、今がチャンスかもしれません、いやチャンスです、右差し込んでいきます、左ハンドランド立ち直って5つあります、終わりたいこのラウンドです。左ボディブローもらったのか、ちょっと入りましたね、腰を曲げています、ここでトング、あー、ふらついてますよ、銀次郎ふらついています、顔つけ合ってるような、そんな近い距離、この距離で、この顔は、これはちょっとくれちゃったじゃないですか、まあ、ちょっとね、ちょっと今反則だね、ラフですけどね、3発ぐらい打ちましたよ今、左からちょっとこちらに移動します。おお、左ストレート、あそこにもらいたくないですよね、当然だからね、
とちょっとまた動きが止まっているかもしれません。レムストレート打ち込んできます。苦しい試合が引いられています。重岡健次郎ちょっとステップも左のボディか上どっちかに苦しいステップも出てきました。第5ラウンド終了です。取ってたら別なんですけど、はい、やっぱ取ってないと思うんで、だったら、はい、今から左ストレート、どん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 苦しいラウンドになっていくんで、大きく振り回してきました。田村一気に来るんか、また打ち始めました。今まであの大きなスリットは見せなかったんですが、狙ってるようです。おこれもそうです。もう一回、ああボディーもらった、また前に出られないから余計です。お前のボクシング、サプリングしながら戦い、うん、ギリロないっすよね、やっぱりね、ってるとね、サプリング、サプリング、ああボディーがちょっと、サプリング前に出てしまいました。クリッチに行こうとしています。クリッチ、クリッチもうするんだったら、さあどうやら解消しました。解消したけども、ちょっとは一緒か、いらっしゃいません、とどまられてしまいます。銀次郎、銀次郎止められるか、なんかテレビがタイミングを測っているようなところがあります。目がね、見えてないので、もしかしたら求められると、止められるか、変化の方法となるかもしれませんが、このパトランは押し込むだけ、その自分の得意なパンチを打ち込んでまいります。銀次郎、今度はそう、カウンター、打ちながらも、打ちながらも押し込まれます。いつものように、入れてないんで、そうですね、それと、いいパンチだ。あの、あ、サムラ、勝負にしましたね、これ。ただ、打ち落としてきました。よくかわしました、銀次郎、さすが、相手陣営からすると、なんだよってなるんで、はい、しかし、まあ、サムラも、あの、バッチリしてますよね。まあ、体力、体幹を生かしたガードなんでしょうけれども、あ、追いかけてきた、左に左それとも擦った、今度ボディ、タンデラに連打連します。止められるぞ、銀次郎もらいました。ワンツー、あのね、やっぱりあのシーンをするとね、ちょっと安定やってんのかなとか、左銀次郎、クリンチしました、銀次郎、まもなくです、このラウンド終了します。しのぐだけか、これはもう今しのぐだけかと今おっしゃいましたけども、あこの連打もやっぱ一回チェック入る、ね、入ってね、ちょっと今足元が動かなかったようです。茂雄が、茂雄が交代したら左へショートのパンチだ、強いパンチ、右、これはもらえませんでした。でもします、集中だ、これ進展させると、させてたら回り込まないと、クリンチするか回り込まないと止められる可能性もあるんで、はい、そうです、手元に打たれながらも加えながら、なんとかしのごうとしているんですけれども、いつもの強いパンチが打てない。この剣法、おお、さあまたラッシュだ、止めにかかってきました。いや、銀次郎倒れないからね、そうですね、ずっとジェフには見てます、タイミング見てます。銀次郎はボディ力ないか、ちょっとちょっと今のはね、力がこもりませんでした。おお、ちょっとぶらつきを見せましたよ、タドラ、おお、いいタイミングです。パンチはもらってません、まずはクリンチ、今あと30秒切りました、第8ラウンド、これね、とっても予想が、以上、左はちょっと大きく的を外しました。またタドラが来ます、来ましたね、下から来ました、来ましたね、あと10秒、近い想像してるな、こんじゃろうな、インターバル入れるか、こらえました、今 OK って聞きましたね、あ、多分チップが入りますね、これ、さあ残ってる力、この銀のグローブに込めて、よでも練習してますよ、よく足も動くもん、そうですね、はい、相手の展開ですけど、まず足が止まるんですよ
か数年後までね、されますと。左投げ狙ってて。あ、動いてますね。動くね。すごいな。チャンピオンですよ。さあ、問題はここからです。一発でも二発でも多くパンチを込めて打ち合いになるか。激しい打ち合いになったら、ちょっとレフェリーがもう完全に銀次郎の顔しか見てません。残り時間から言っても千載一遇のチャンス、それがあるかどうか。そこに全ての打球、タクラン迫っていきます。銀次郎に下からのパンチ、これは食い止めました。銀次郎はつけることができない。体をつけることができません。さあ、これはダメ、これはダメ。それは反則取ってもいいじゃないですか。それはダメですけど、要するに押さえつけて殴ってはいけないということです。で、パーカット、これはくぐります。これはもらってはいないんですけれども、これも押さえてはいます。かわしてはいますけれども、このロープ際はちょっと甘いところです。抜けてきました。懸命の力を振り絞ってのクストのステップ。苦しいからやっぱりどうしても頭が下がっちゃうんですよね。こうやって押さえつけられてしまいます。されるかな。あう、でもあの打破できないってね、見張さ、もう倒す力ないということを